エイナちゃんに距離を置いた方がいいって言ってたもの。そうそうそうな。いや、あんまり俺に近づきすぎると、今度、レイナ自身が、うちのアンチから嫌がらせ受けるから、なあ、ほっぽらかしときゃいいんだろうけど、ほら、あの子はほら、あの体で上がってくるから、何あれみたいな。だそういうとこあるから、思うツボになるじゃん。うん。そういうことよ。だから、まあ、って。俺とは個人的には、コツなんてしねえでいいんだから。うん。いや、思いやりっていうか、なんかあっても俺責任取れねえからさ、うちのアンチエグいからさ、えげつねえから、うん。どっちかなんだよ。えげつねえことされたときに、俺と連絡取れる状況にしてた方が対処法とかをリアルタイムで言えるのか、いやーでもそれやんねえ方がいいかなとかさ、そこら辺微妙だよね。うん。うん。いや、ネガキャンしててもいいんだよ、いくらしたって。だから、それで、レイナちゃんがさ、ウナちゃんとちょっと関わってると、これまずいなって思えば、それやめるべ。うん。ね。だって、俺、もともと、きっかけは彼女がフレンチブルドッグ飼ってたから、あらま、フレンチブルドッグ飼ってんだ、と思って見始めたのがきっかけだから。で、彼女は彼女で、いや、俺も飼ってたのよね、みたいに言って、そっからよ。で、うちの子はこうであれって言うから、まあ、なるほどねって、フレンチ特有のいろんなことがあるんだよねって。まあ、確かに金かかるしねって。だってもね、あの子飼ってるフレンチブルとか、お前いくらで買ったのそれっつったら、70万つってんだからよ。うん。もうよ、もうフレンチブルドッグよ。まあ70から100万超えるのもいるからな。ああ。高いっていうか、いや、調べてみな、ペットショップで。検索すりゃ。50万以下俺ほとんど見たことねえな、今。だから、アンチなんて、結局、俺本人を責めたって、差のは効かねえなと思うから、俺の周りに近づいてくる人間を、そっちを潰しにかかるだけじゃん。せこいんだよ、あいつら、やり方が。だから、ゴミ野郎どもなんだよ。うん。で、それに、周りが心折れちゃうと、やっぱ、ちゃんまんと関わるときついから、ちょっと遠慮しますみたいになっちゃえば、あいつらの思うツボだし、じゃあかといって突っ張ってやるのも、あいつらかったりいいからさ、うん、もう、ぬるーくやってきゃいいんだよ、あんな。バカなんだから、あいつら。頭とろいんだから。な。だってお船でさえもよ、
俺のコラボ上がったってよ、アル中みてえに何喋ってか分かんねえんだから、もう病気なんだな、あんなの。もうこんなのがコメント打ってんのかっていう話になっちゃうじゃん。そうだろ？なあ。ほんとよ。何喋ってんのか分かんねえよ、おめえはよ。なあ。ほっときゃいいんだ、あんなもん。ほんで、なんか、生きてくるやつもいりゃよ。だから、なんだよ、つってよ。こっちはお前に用事ないんだよ、っていう話。うん。俺は、俺の放送に来てくれるリスナーさんに用事が、用事っていうか、仲良く喋りてるだけだから、邪魔しないでくれるっていう。もう、邪魔したくてしょうがないの。うん。で、俺が誰かと仲良くしてんのが、許せねえわけよ。それはなんでかって言ったら、自分は、誰とも仲良くできないような腐った人間だから。腐れ野郎だから。そうでしょ？だから、人が、ね、誰かと仲良くすると、なんでよ、佐野なんかと仲良くしてんだよ、こいつよ、って。ふざけんなよ、うるせねえよ、ってなっちゃうんだ。うん。そういうことよ。そうでしょ？お前も仲いい、配信者作ればいいじゃんって話。作り方知らねえのかな、みたいな。それはなんでかって言ったら、変なキャラクター自分で作っちゃったからじゃん。うん。もうそれは、しゃあないでしょ。で、結局、自分の周りにいるのは、アンチみてえなのばっかじゃん。で、おだてられて調子乗っちゃったんでしょ。アル中おじさんが。うん。まあまあ、それはそれでいいけどね、勝手に。よれちゃってんだもん、ほんと。まあ、とにかくこっちには近づいてこないでって、俺は思ってるから。俺から近づくことはないからね。そっち側に。気持ち悪いし。もう、何喋ってんだかわかんねえんだからよ。下手すりゃよ、ある程度隔離病棟から配信でも見に来てんじゃねえかって思うぐらいだからね。うん。マジで。画像も出さねえしさ。うん。まあまあ、しゃあねえな。面も出せねえんだ。だから、来なきゃ俺も言うこともうねえから。俺が別にあいつに文句あるわけじゃねえんだ。まあ、うちのね、リスナーさんたちは、まあ、来りゃ来たで、また来たな、ぐらいになるわけじゃん。まあ、めんどくさいやつだな、みたいな。あれ、そういやさ、まあ、レイナ落ちちゃったけど、レイナは自爆やんのかね、俺ね。やってんのかな。俺窓開けてないから、誰が今枠開けてんのかわかんねえけど、
あと婦人もやってんのかね、ハゲでもうそれで終わったけどね、捨て台詞かよ。ハゲ、しかもきちっと丸打ってたからね、ああハゲ丸そういうとこ見逃さないからね、やってねえのがいるんかいよ、おい。酒飲んでんのかよ。いや、まあ、お前はなんていう言い方したら、酒強くねえからな。寝ねえんかいよ。だって今日ずっとあれだろ？まあ、ずっとかどうかわかんねえけど、何時間かやってたんじゃねえの？配信。何人来たのよ、今日、リスナー。ん？なあ。何人ぐらい来てくれた？まあ、わからぬって、わからぬって自分の枠なんだからよ。さっきやった、だから、多分やってたんじゃねえの？おいちゃんの枠に、おっちゃんの枠に来ても、もうほら終わってすぐにこっちに来たもん、あのさ終わってすぐにこっちに来たもんでさ、でいいよ来なくて、そんな俺別にそっちの話は俺のなんか配信の中で変なことは言ってねえから大丈夫だから心配しなくてね。レーナとつ、上がっていい？って言うから、いいよ、つって、俺は、つって。んで、まあ今日ちょっと電波悪いみてえだからって言って、んで落ちただけだから。俺も、あいつが放送やってりゃ、見には行くから。かわいい女の子だしね。ちっと気が強いけど。まあまあ、夫人ちゃんはね、夫人ちゃんらしいキャラで、そこを面白いと思うリスナーさんをコツコツな、増やしていけばいいんじゃない？一発ドッカーンなんて増えることねえから。もうここまでな、配信会は、配信者が増えすぎてるから、コマの取り合いになってるから、もう、ドッカンドッカンはないだろうな。一発勝負でやっても、もう増えねえと。ああ、おだていらっしゃい。いや、アドバイスっていうか、だって冷静に考えればそうだろ？ドーンって上がるのは何かがあった時だけじゃん。でも、何もなくなればピュってリスナー費減っちゃうじゃん。おー。トラジローさんかな？あ、いや、こんばんは。そうなんだよ。引っ張った時に何人残せるかだから。17万いらっしゃい。そうなんだよ。いや、だから、チャンスタイムは、そんなに多くはないわけ。ドーンって来るときは。そこの中の、リスナーで、
何人残せるかだよね。うん。だから残し方だよな。しずくいらっしゃい。おう。どうだい隊長は。うん。なあ、この間も言ってたけど、ね、無菌室から出れてって言ってたから。うん。不眠になってる。うん。トラジローさん、以前会ったのは忘れました。どこで会ったっけ？もう俺もさ、いろんな人が会いに来たりするから、何度か会わねえと覚えてねっちゃう、ねえんだよ。うん。いや、有名とかじゃないけど、うん。で、俺ほら、ちょっと前まで、店やってて、店に来た人のお客さんの、小手半何とか、俺あんまり聞かねえじゃん。職業何とか。その当時ね。うん、だからいらっしゃい、っつって。ああ、見てくれてんだ、ありがとうねー、みたいな。だから、うん。そういうことを俺は基本があんまり、そっちへは頭を振らないから、うん。まあ、逆には俺はチャンマンと会ったことあるよ、とか言われても、あ、どこで会ったっけなぁ、みたいな。ごめんね、覚えてなくて、みたいな。すいません、みたいな。そうなっちゃうよ。いや、その南ぐるぐる、俺プラプラしてた頃もあるから、いきなり道端で、うなちゃんなんすよね、って言われりゃ、でもその人に、あ、みたいな。でもその人の、名前とか聞かねえから。うん。上がれる？いや、上がってもいいけど、まあ、俺にそんなディープ、なんか話があるかどうかだよね。うん。うん。ピュータさんかな？ピュータさんか。いいよ、こんばんは。俺も素人。あ、まあまあ、いや、いいんだよ、いいんだよ、そういうのは。うん。それは別にどうってことはねえんだけど、うん。トラちゃんあげよっか。いいよ、おいで。どうぞ。よし、うわ。はい、いらっしゃい。忘れた？どこで会った？俺に。あ、ポンちゃんどこ？あ？いや、まあ、名前は出すのにやめよう。こんばんは。うん、そうそう、まあまあ、迷惑かかったりすると困るからさ。うん。こんばんは。はいよ。わしさん、元気っすか？ん？もう、結構ね。俺ほら、最近さ、週に、うん。一日ぐらいは酒抜き日作ってるから。ああ、そっか。うん、大事だね。フルで前は飲んでたからさ。一回ね、空なんだよ。うん、うん、うん。うん。なんかわし。トラちゃん飲んでんの今。あ、飲んでます。おう、何飲んでんのよ。何飲んでんの？焼酎。え？何の焼酎？何の焼酎飲んでんの？何の焼酎飲んでんの？宝焼酎。あー、そっちか。うん。あー。まあまあ。これ、やらせてもらった。うん。宝焼酎も、まあ、大体のとこ行きゃ売ってるよな。うん、そうそうそう。
しずく病気治ったらチャンマンの料理食べたいな。もう店なくなっちゃってんだからしゃーねえじゃんかよおめえ。ほら前回絡んだ時に、うん、なんか俺お宅にね悪い印象を作ったかなと思ったから、うん、うんうん、絶対いやでも今普通に上がってくれてんだから全然おおありがとうと思ってるよ。ああそうよかった。うん、そりゃそうよ。うん、前回のイメージがああリージローメンやみたいななそういう感じだったから、うん、あリージローじゃねえ、うん、ジローか。うん、まあまあ、でも、うん、そう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 、今何にもなきゃ別に俺そんなカリカリ俺しないから大丈夫よ、うん、ならいいです。うんう、うん、いやこちらこそありがとう。うん、わざわざ上がってくれて。うん、いやまだ他に上がりたい人がいるだろうから。うん、いやまあまあまあ、うん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 、いや、まあ、俺とかあんまりね、上がりたい人はいないんだよ。あ、そうなん。うん、なかなか俺のあのコラボ上がってくんねえからみんな。うん、なん逆になんで上がってくんないの。どうなんかね、やっぱちゃんまんとこは終わるのはちょっと、なんか、っていう感じじゃない？お米勢でいいや、みたいな。あ、そうなのか。なるほどね。まあ、俺は怒りたいって言えば、いいよーみたいな感じなんだけどさ。もうおじさんも結局人間になっちゃったからよ。大変でしょって。まあ、まあ、あとは、あの、意外とコラボは女子は上がってくるな。ああ。あの、メンズよりは。あな、うん、そうか、意外と女子な、率的にはそんな感じじゃないの。だからやっぱ女はあれだなって、そういうの、余裕なのかなみたいな。だからおじさんたちを手本にして俺らは配信してんだから教科書なんだが、余計なことやんなよってこと。まあまあ、俺は今余計なことやってないからさ。うん。うん。普通にリスナーと、うん、仲良く話してるだけで、まあ、邪魔しにアンチが来たら、まあ、ブロック入れりゃいいだけの話だからさ。お宝も先生っていう立場になってんだから、自分たちが楽しむ世界じゃなくて、若い人たちに教えなきゃいけない立場なんだからよ。いや、俺はそれはもう自分のことで精一杯よ。逆に、うん。いや、10年前だったら、ね、お前らよ、つって始まったけど、いや、さすがに50過ぎてからだと、もうそれねえな。50過ぎても、そういう体を張れる配信ができねえんだから、今度、援護射撃立たねえとよ。いやいや、援護射撃っていうより、自分の配信を、まあ、安定させようっていう、ことを考えるよ。だって、他の配信者のことなんかいちいち気にしてらんねえもん。まあそうだね。うん。で、よそはよそで勝手にやってくれよっていう話。むしろ絡むとろくなことねえから。だってみんなそうじゃないか。あいつらみんなバカなんだからよ。頭悪いしよ。うん。見ててさ。うん。だから嫌なんだって。あいつらはもう絡むとろくなことねえから。もうただの小僧だしよ。自分でさ、発言、うん、そういう発言、
しなきゃいけない。いやいや、個人的になんとかっていう配信者とか言ってるわけじゃねえから、ただバカばっかじゃねえかよ、ドイツ見たってよ。マヌケだろうがよ、普通によ。ヘボでよ。なもんもうそんなんどうでも勝手にやってくれよっていう話。そういうことを言ってるわけじゃないんだけど。いや、だから、俺が助ける必要ないわけよ。だから助けるっていうか、絡んでやる必要もねえじゃん。いや、それはね、リスナー側から見たら、絡んだらリスナーはどういうことの展開になるのかでワクワクするかもしんねえよ。だけど、こっちはかったりんだよ、本当に。ああ、はい、はい。うん、もうお前らはもうお前らでやってくれよ、めんどくせえなっていう感じ。ああね、うん、そうそう、だからそうやってコラボ上がってきてね、いや、うなちゃんもうね、そっちの立場じゃねえんだから他を育ててやれやって、それはさ俺が決めることだから、俺がさリスナーのそんな意見に左右されるタイプだとは思わないで。あ、うん、まあ、無理だよそんなの、うん、自分の希望を俺に押し付けるのはやめてくれっていう話。いや、おじさんおじさんの中の配信があるわけだからね、やっぱりね。だって俺はだって自分がね、マイペースでやってんだからよ、うん、それをさ、上がってきてさ、いや、もうそこの域を超えて、他の配信者にね、いろいろとやってやってくよ、なんて言われたって関係ねえもん、そんなの。だって考えてみな、トラちゃんよ。ここって、金稼ぐサイトなんだぜ。どうなん？金稼ぐサイトじゃん。うん、まあ、まあ、自分が思ったらそうなるんだろうだ、うん、いや、自分が思ったらじゃなくて、そうでしょっていう、課金サイトなんだから。俺は友達と仲良く。いや、友達とかじゃなくて。とか、うん。それをさ、俺が人の金稼ぎになんでいちいちよ、手伝わなきゃなんねえのよ。俺にバックでもくれんだったら考えてやったっていいよ。そうなっちゃうぜ。うん。うん。うん、そうでしょ、うん、それかトラちゃんがそうやってよ。じゃあ俺ちょっとなんとかっていう配信者気に入ってんだから、ちゃんまいよ、そいつのこと助けてやってくれよって言うんだったら、じゃあトラちゃん金いくらか俺にぶっ込めよってなるよ。まあそらな、どれだ、ね、うん、なるよ、そら。ケツ持ってくれよって言うんだったら、それお前ただお願いだけだったらお前冗談じゃねえよってなるよ。あのめんどくせえことなんか変なことに関わりたくねえもん。そこは筋が通ってねえよ。うん、まあでもあれだよ、あのさんのことを応援してくれてる人間がいるんだから、裏切らねえような配信っていうのはあれじゃねえか、持ってきたじゃねえか。いやいや、だから今の配信で別になんか裏切ってるようなことしてる？俺してないんだけど、だからそれで気に食わらねえ連中はなんつうのはちょっと置いておいた。え、アンチをブロックすんなってこと？ブロックすんなって言ってる。いやいや、だから俺の配信のやり方にいちいち指示出すなよ、この野郎。いや、もう全然違うこと。おめえがじゃあ配信者やりゃいいじゃねえか。てめえのやりてえようにやるっつうんだよ。俺のやり方はおめえ、ぐつ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 言ってんじゃねえぞ、この野郎ってなっちゃうんだよ。だから言ってねえっつうんだよ。だから言ってんじゃねえかよ、さっきからよ。何よ。ん？巻き舌でよ。ん？巻き舌でよ、な。
なんか生きてんのか知らねえけど、勘弁してくれよ。俺付き合いたくねえんだから、そういうやつと。な。そっか。うん、頼むよ。降りてくれ。うん。降りてくれ。うん、落ちてくれってこと。あ、そう。わかった。悪いな。うん。あ、いや、悪いな、じゃなくて。うん。もう、サクッと言ってくれりゃいいから。はい、お疲れさん。はい。ありがとう。なあ。まあ、もう、落ちてくれたから、彼に対しては、俺はもう何も文句もないし。うん。またこっから、普通にね。だから俺だ思わん。うん。やっぱり、なんか、自分の配信スタイルを、いいよ、こちらこそありがとう。はい、お疲れです。ねえ。まあ、